い、では、5年女子 100m を終えました、MAC マックの山田さんにインタビューしたいと思います。今日はどんな気持ちで 100m 走りましたか？負けてもいいので自己ベストを出そうと思って走りました。自己ベストは出ましたか？はい。おめでとうございます。今日は他に、リレーを走ると聞いていますが、リレーについての意気込みをお願いします。4人で協力して集中して走りたいと思います。はい、頑張ってください。で、あと最後に全国大会が今後あるかと思いますが、それの予選が、大野であるんですけども、それについての意気込みをお願いします。これからたくさん練習して頑張って1位を取りたいと思います。はい、今後の活躍に期待しています。ありがとうございました。ありがとうございました。